今回はじゃじゃん、ディズニーチョコエッグなんですけど、1個前のシリーズパート4、これね開封してきてと思います。しかも帰ってきたっていう、なんか復刻版っていうか、なんつうのかな、なんか再販版のやつなんですよこれ。なんでこちら開封していきたいと思います。狙いはね、誰だろうな、まあアナかな。もうオラフは持ってるんで、オラフここにいるじゃないですか。やっぱアナが欲しいなって。アナ持ってたんだけどどっか行っちゃったから、アナ開封で当てていきたいと思います。よし、アナ狙うぞ。アナででででとか、これね緑なんだね。そういえばいいね、冷蔵庫で冷やしてるからキンキン。アナは多分重いと思うから、どうだろう、コンビニにねこの2個しか売ってなかったんですよ。だからまあ選びようはなかったんですけど、まあねコンビニでは振らないんでね。どうだろう、わかんない。よし、行くぞ。てかチョコが食べたくてさ。よっしゃ、この子だ。あ、いいよ、重いよ。あ、わかんない、これあれかもしんない。なんだっけ、あの飛行機のジャスティスだっけ。行きます。あ、やった、マジで穴出た、穴、穴出た。よっしゃ、穴、もう目的達成なんだけど。もうこのシリーズは多分ね買わないかな。このシリーズはさすがにコンプするにはもう売ってるお店が少なすぎるから、まあ見かけたら買うけど、どうだろう。アナゲットしたからもう多分買わないかもしれないから、今はもう新しいシリーズコンプするので一生懸命だからね。あ、これアナじゃないな、新しいやつ。ちょっと待って、ラインナップ見てみるね一旦。アナを出してと、ラインナップ、あ、やっぱアナもエルサみたいに入ってるんだね。そうそう、ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダックで、アナゲットして、でオラフでしょ、オラフも持ってて、ダッシーでしょ、あ、ジャスティスじゃなかった、ダッシーね。ダッシー持ってない、ジャックスパロー持ってる、デルタソ持ってる、プーさん持ってない、エージェントピー持ってない、そしてシークレット、シークレット僕持ってるんですよ。シークレットはね、実はねこのミッキーなんですよ。これこいつがシークレットだったんですよ。今回の新しいシリーズもシークレットはミッキーなんでね。これね、予想はね、あー、デイジーダックとかだったらいいけどな。あ、ジャックスパロー持ってます。よし、じゃあ組み立てていこう。てるーん、アナとジャックスパロー組み立て上がりました。この2つは割とね複雑な作りになってるんで、組み立てに時間がかかります。でね、これがアナの説明ね。見えるかな、こんな感じ。うんうん、アナの陸の女王の主人公ですね、エルサと一緒の。これがアナの説明で、こちら、これがジャック・スパロウの、説明。ディズニーキャラクターたちをモデルとしたキャラクターフィギュアになりきって、まあ、その、フィギュアらしいんですね。孤高の海賊。かっこいいんですよね、ジャック・スパロウ。ジョニー・デップだっけ。はいはい。今回はね、この2台で出ました。まあね、このシリーズはあんまりもう手に入んないと思うんで、まあ、この上にあるね、こちらのシリーズ、もうスティッチが大量にいるけど、このね、つむつむシリーズをね、集めていきたいと思います。これで、じゃじゃん、エルサ、オラフ、アナ3体揃いました。ちょっと並べてみようか。あー、エルサ1人落ちた。じゃじゃーん、こうなら順番的にこんな感じがいいかな。こんな感じ。エルサ、アナ、オラフ。はい、今回はねアナ行きが全部揃ったということでね、まあ王子様とかも、うん、いろいろね、トナカイとかも出してほしいですね。いろんなシリーズ、アナ雪の。まあ、今回はアナ雪バイバイということでね。アナ雪ついに今出てる中は、もう全部揃いました、キャラクター。メインの3キャラクター揃えることができました。これめっちゃハッピー。やばいね。はい、ってことで、バイバイ。